どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回は実は為替介入前にはサインがあった、為替介入はこのタイミングで来るについて解説していきます。為替介入のタイミングを初心者でも見極められる簡単な方法があります。タイミングが分かれば当然為替介入の動き自体に乗ってお金を稼ぐことも可能です。為替介入にはある程度の規則性があります。その規則性を見極めるためにはスキルは必要なく、情報を知ってるかいないかの違いだけです。多くの FX トレーダーは為替介入にビクビクしながらトレードをしています。そして損をするのが一般的です。確かに為替介入のタイミングなんてわからないという人もいますけど、何も用意しなければ円安チャートが動いているこのチャンスを無駄にしてしまうどころか大損をしかねません。そこで今回は為替介入のタイミングについて FX 初心者でも理解しやすいように分かりやすく解説をしました。この動画を見れば為替介入に怯えることがなくなり、むしろ爆益チャンスが楽しみになるでしょう。動画の最後には年間200万円から1000万円を FX で稼いでみたいという方に向けて人工知能を活用した投資システムの全貌を公開しています。僕が5年で1億円達成したトレードロジックと人工知能のメリットを融合させた独自開発のシステムとなっていますので、興味のある方は動画の最後まで見ていってください。為替介入についてなんとなく言葉は聞いたことあるんだけど、実際どんなものか知らないという方も多いと思います。なのでまずは為替介入とは何か、なぜ為替介入をするのか、この2つを解説していきます。まず為替介入とは、日本の中央銀行である日銀が為替の価格に対して介入をすることです。もっとわかりやすく言うと、例えば行き過ぎた円安の影響で日本の国益を損なうと判断された場合に、ドルを売って円高方向に強制的にレートを戻すというのが為替介入です。正確には毎日日銀がマーケットの状況を財務省に報告、受け取った情報をもとに財務大臣が判断、為替介入をする場合は財務省が日銀に通達、日銀が為替介入を行う、こういったステップで為替介入が行われます。もちろんトレーダーにとっては日銀の為替介入の動きはリスクとなります。前回の為替介入が起きたのは2022年の10月、この時は1ドル152円まで円安が進み、日銀が為替介入を行いました。当然為替レートは変動して一時145円まで下落、その後149円まで上昇しています。爆損を出して投資資金が底をついたトレーダーは多いと思います。このようなことにならないために、初心者トレーダーだとしても為替介入の動向には常に意識を向けておきたいところです。続いて、いつ為替介入が起きるのかを解説していきます。為替介入のタイミングを見極めるためには3つの項目をチェックしましょう。際立った高値や節目、どれぐらいの勢いで円安が加速しているのか、大口のポジション、一つずつ解説していきます。まず際立った高値や節目についてです。際立った高値や節目というのは直近で最も高い値を指します。為替介入が来るタイミングは過度な円安が起きるタイミングです。では過度な円安とはどの水準なのかという疑問が出てきますよね。その答えが際立った高値や節目になります。特に週足、月足レベルでの高値や節目は意識されます。もっと具体的に言うと、ドル円の現在のチャートでは前回高値は152円にあります。152円は1998年以来の水準になって、日銀は前回この水準で為替介入を行いました。つまりこの152円水準というのは日銀がかなり意識している水準ということです。今のドル円の価格を見ると概ね高値圏に位置していますので、為替介入を常に警戒しておく必要がありそうです。またテクニカル分析的に見ても、150円あたりはショート勢のロスカットが溜まっている水準でもあります。この水準を超えてしまうと、ショート勢のストップロスをつけて上昇の勢いが加速しかねません。そうなった場合、為替介入が行われる可能性がぐっと高まります。続いて2つ目に重要なのが相場の勢いです。2022年後半で為替介入が行われましたが、この時の為替相場の勢いは明らかに異常でした。ドル円は週に1円くらい動くのが通常なのですが、この時は1日に3円動くことも珍しくはないという状態です。
押し目買いを狙ったとしても全く押し目ができずにエントリーできなかったというトレーダーも多かったのではないでしょうか。僕自身普段は高値で買いを入れないようにしているのですが、そんなことは言っていられないと高値掴みをしたのを覚えています。それぐらいの強いトレンドでした。次の画像では過去2回の為替介入が行われたタイミングでチャートに印をつけています。いずれも相場の勢いが強く上昇してきたタイミングで日銀は為替介入に踏み切っています。1度目の為替介入が起きた直後は約1週間レンジ相場が形成されています。これは為替介入への警戒感をトレーダーが感じているためです。日銀としては円安方向にチャートを動かしている投機筋にダメージを与える目的もあり為替介入をしているので、レンジ相場で為替介入をしても意味があまりありません。実際過去に為替介入が起きているポイントも急騰していますから、為替介入のタイミングは水準だけで考えがちですが、相場の勢いも重要なポイントです。また日銀が相場を急騰させたくない理由の一つは経済への影響が考えられます。急激な円安が起こると輸入している原油や食料品の値段が上がってしまいます。家計的には物価が上がると厳しいですよね。非常にゆっくりと物価が上がっていく分には消費者も慣れていくかもしれませんが、急激な物価の上昇が起こると苦しむ人が増えてしまいます。そのため政府、日銀は急激な物価の高騰を避けなければいけません。3つ目の見極め方は大口のポジションです。大口のポジションが溜まっているかどうかが為替介入を見極める上では重要になります。為替介入は円安方向にチャートを動かしている大口への攻撃の意味を持つからです。大口の資金にダメージを与えるためには投機筋のポジションが溜まったタイミングで為替介入をするのがベストです。彼らはトレードに負けて資金を失うことになりますので、先ほども解説した通り1度目の為替介入の後はレンジ相場が続いていますよね。レートがそれほど動いていないということは資金力が豊富な大口のポジションが少ないと推測できます。つまりこのポイントで為替介入をしても大口に制裁できません。一方で2回目の為替介入の時のように大口が相場を動かした後に為替介入をすれば大口が資金を失い、もうロングポジションを持つのは怖いといった状態になり円安が収まる可能性が高くなります。一方で1度目の為替介入後のレンジ相場で為替介入を行っても大口の資金が入っていないので効果的ではありません。財務省、日銀は常にどこで為替介入を行うのが効果的かと考えています。僕らトレーダーも日銀の思惑を推測しながら大口への制裁を与えるにはどうすればいいかと考え、為替介入のタイミングを測りましょう。繰り返しになりますが、以下の3つが為替介入のタイミングを予測する上で重要です。際立った高値や節目、どれぐらいの勢いで円安が加速しているか、大口のポジション頭に入れておきましょう。もう一つ為替介入のタイミングを事前に知るための重要な指標があります。それは日銀総裁や財務大臣の発言です。要人発言と言ったりもします。為替介入前になると要人はメディアを通して為替介入を匂わせる発言をするので必ず聞き逃さないようにしましょう。具体的にはニュースで最近は円安が起きているので為替の動向を注視している、ドル円で投機的な値動きが発生している、かなりの円安になっていることは事実、ここからさらに為替レートが円安になることはありそうにない、こんなことを言うようになります。これは円をショートしているトレーダーに釘を刺すためです。そろそろ為替介入をするぞという釘を打ち込むことでトレーダーは円を売るのをやめようと思うわけです。要人発言がされるとドル円価格は急落します。それでも円安が止まらない場合に為替介入はされるので要人の発言は注目しておきましょう。要人の発言に注視していれば為替介入のタイミングを先読みしやすくなります。続いて為替介入が来る時間帯についても解説しておきます。まずは次の3つの時間帯について解説します。東京タイム9時から15時、ロンドンタイム16時から2時、ニューヨークタイム21時から6時。結論から言うと日銀が動く場合は東京タイムに為替介入が行われる可能性が高いです。理由としてはロンドンやニューヨークタイムに行ってしまうと他の国のトレーダー政策に影響を与えてしまうからです。簡単に言うと迷惑がかかるということです。東京タイムに為替介入が起こる可能性が高いと覚えておきましょう。とはいえ1点注意点があります。多く
くのトレーダーは東京タイムが終わった夕方以降は安心だなと思うかもしれませんが、東京タイム以降も為替介入が起きる場合があります。それは委託介入や協調介入が起きるケースです。委託介入というのは日銀が他国に許可を取って為替介入をすることです。この場合は東京時間以外でも為替介入が起きる可能性があるので注意してください。実際に昨年2回目の為替介入時にはニューヨークタイムで起こりました。トレードする際は注意してください。最後に為替介入中に僕らトレーダーができることを解説しておきます。為替介入が起きても、もしくは予兆がある時でもうまく立ち回れば利益を出せます。それどころか為替介入を利用して爆益を稼ぐ人が増加するかもしれませんね。まず損失をできるだけ抑えたいと思っている初心者の方は時間足を変えましょう。これは為替介入の予兆を感じたらで問題ありません。普段日足でトレードをしているなら4時間足でトレードをしている人は1時間足でトレードするというように時間足を変えていきましょう。なぜかというと為替介入が行われる前後は相場の値動きが激しくなります。短い足でも十分利益は狙えますし、大きな時間足でトレードをすると損切りが遅れて大損害を起こす可能性があるので、短期足で分析をするようにしましょう。続いて重要なのが、為替介入中は為替介入の動きに対して順張りをしていきましょう。つまり日銀が円高方向に為替介入をするなら相場は下落するのでショートをかけていくということです。日銀は超大口トレーダーと言っても過言ではありません。大口の動きには順張りをしましょう。続いて重要なのが、為替介入後にはファンダメンタルズを重視してトレードをしましょう。例えばアメリカが利上げをしている、日本が利下げを続行のような状況なら、為替介入後にじりじりと円安になる可能性が高いです。為替介入は応急処置に過ぎないので、ファンダメンタルズが指し示す方向にチャートが流れていく可能性が高いです。以上が為替介入で利益を出すためのポイントでした。ということで、今回は為替介入のタイミングというテーマでお話をしました。為替介入時にうまく立ち回れれば爆益が稼げますし、一方で何の事前準備もなくトレードをすると損をしてしまうでしょう。今回の動画をまとめると重要な点は次の3つです。為替介入のタイミングは、際立った高値や節目、相場の勢い、大口のポジションで見極める。財務省、日銀総裁の発言は要チェック。為替介入には順張りをする。為替介入で利益を出すために重要なポイントですので、わからないところや疑問点がある場合は繰り返し動画をチェックしてください。円安が続いて再度為替介入が起こる可能性が高まっています。為替介入をチャンスに変えましょう。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上の不労収入を得る手法、期間限定で公開中です。興味のある方は概要欄の下にある公式 LINE から登録して受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も成果を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。ここには書いてありませんが、週に1回 LINE 登録者限定のライブ配信も実施しており、皆さんで盛り上がっています。 FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なのなどなど何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。